はい、どうも、捨てサフ削りが終わりました。とはいえね、全部が全部綺麗に落とし切る必要はないかなというふうに思います。パーティングラインが目立つところ、ゲート跡が目立つところっていう感じでやってます。で、パテ持って削ったんですが、多分ね、これね、あと消しきれてないかなっていうふうに思います。この辺とかね、ちょっと爪で引っかかっちゃうような感じがあるので、多分これ消しきれてないかもしれないですが、サフと塗装で消えないかな。本当はね、ここでもう一回グレーサフを拭いて、パテ持ってグレーサフを拭いて、削ってっていう風にやった方がいいと思いますが、今回はちょっとこれでいきます。で、まずですね、この状態だと、まあ、こっから、本当は超音波洗浄機とかかけて、削りカスをね、綺麗に落としてあげるといいと思うんですが、どうしてもね、こういう風に部品がこう合わさってると中に入っちゃって水が入って、で、その水がね、なかなか乾かないとかっていう風になったりすると思いますので、今回はちょっと時間短縮のためにそういうことはせずに、これタミヤの、ホコリとかをね、こう払うことができるこのハケというか、これまあ普通の筆でもいいかなっていうふうに思うんですけど、これを使って部品を一つ一つね、こうやってね、削りカスが入ってると思われるところにこうやって。やっていきます。こういうふうにね、一つ一つ結構手間かかりますよ。こういう感じでね、やってきます。で、こうやって払い終わったら、サフを拭きますが、今回はですね、サフは3種類使おうと思います。ちょっと汚いのであれですけど、クレオスのグレーサーフェイサー1500。クレオスのブラックサーフェイサー1500。と、あとですね、これ自分も初めて使います。ガイアのサフェイサーエボフレッシュっていうやつですね。こういうね、まあ、肌がむき出しになるようなところ、このままだとね、こう例えばこうやって、まあ、この上からいろいろ塗装したりしていくんですが、グレーサフだとね、どうしてもね、こう拭き残しとかがあったりした時に目立ってしまいますので、それを目立たなくするためと、あと今回はですね、まあ、この番号じゃないですけど、あのラスキウスを使っていきます。これココアミルクですけど、ココアミルクではなくて、こっちの、ホワイトピーチをベースに拭いて、で、上にオーバーコートで、これですね、クリアペールレッド、これを拭いていくつもりでいます。でですね、まあこの色をね、はっきりと出しやすいように、前のガハラさんのペイントの時はグレーサフでやったんですけど、グレーサフでの上からやるとどうしてもね、あの塗装が厚くなっちゃってっていう風があったので、だったらということで、今回はこれをちょっと用意してみました。で、まぁ、ちょっとね、これ肌が見えるところは、サフェイサーエボフラッシュをサフとして拭きます。で、こういうね、武装パーツ、武装状態のこの黒いところとかは、黒サフ。で、服とか、髪の毛とかは、グレーサフ。という感じで塗り分けをしていきたいと思います。で、とりあえずね、次、サフを拭き終わったところまで飛ばしますが、一度には拭けませんので、こういう風だとね、どうしてもこう隠れてしまうところがあるので、一回この状態で拭いてから、こう曲げて拭いて、拭けなかったところはまたこうやって曲げて拭いてっていう感じでね、何回かに分けて、サフを拭いていきたいと思います。ではまたサフ拭き後ね、まで飛ばします。はい、すべての部品にサフ拭きが終わりました。まあサフ拭きの様子はね、ベタ塗りなので特に、まあ動画に撮影しなくてもいいかなということで、とりあえずは髪の、まあ代表的な部品、すべての部品出すとね、かなりの数になってしまいますので、髪の毛はこういう感じでね、グレーサフで拭きました。よーく見るとちょっと、合わせ目が見えてしまってますが。でですね、この腕の部分、肩の部分とかがですね、ちょっと暗く入っちゃったんですよね。こう、見てもらうとわかるかな。ピントが寄らないかな。ピントが寄らないし、多分見えないと思うんですけど、あ、見えたかな。
クラックが入っちゃったんですけど、この状態から修正しようとすると関節が固まっちゃう可能性があるので、ここもねちょっとね割れちゃってるんですよね。でちょっとこの状態で修正しようとすると多分割れちゃう、まあ、関節が固まっちゃったりとか接着剤がね流れ込んでとかってなったりすると思いますので、まあ、この状態でいこうと思います。でね、ちょっとねこのね膝のね膝というかここのところがねあんまり綺麗に埋まってなかったりしますが、まあスポンジヤスリ今作ってないんでね、メーカーがね自分が使ってるやつを、なんでちょっとそれがないとちょっと困るなって感じですけども、まあこういう感じでね何回かに分けて、サフ拭きをして、1回だとねあのこういう入り込んでるところとかが濡れませんので、こういう感じにしました。こういう感じでね、かなり人間、実際の人間だったらありえない動きに向きに関節曲がってますけども、こういう感じでねこうちょっと見えちゃってますね。やっぱもう一回パテ持ってってやった方が良かったかなっていうふうに思いますが、とりあえずは今回はこれで進めていきたいと思います。というわけでね、サフ拭きでした。あの今回このサフェイサイボフレッシュ初めて使ってみましたけれども、ちょっと隠蔽力はまあグレーサフとかと比べてね色が明るいので仕方がないかなというふうに思うんですけども、グレーサフの上から一回拭いただけだとちょっとこうグレーサフのところがね残っちゃってて、2回拭いてっていう感じにしてみましたけれども、1回グレーサフで整えてからこのサフェイサイボフレッシュを拭いた方が良かったかもしれません。というわけでとりあえずは今回はここで終わりにしたいと思います。次回はですね塗装に入っていきたいと思いますが、細かい部品が多かったりだとか、あとはいろんな色を使ってっていう風なので、まあベタ塗りのベースとなる色を塗ったところから上の色を塗るっていう感じで、例えば、この武装なのかなどんパーツのところだけ、髪の毛のところだけ、服関連のところだけみたいな感じでね、ちょっと色に合わせて色別にちょっとやっていきたいかなっていうふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。今度は消さないようにすぐつなげて動画一本にします。